ペサ八百四十四型リンク起動車、ペサ八百四十四型リンク起動車の頭部ペサ百三十四型起動車、e d 七十四型電車ペサ百二十 NA 型路面電車、ペサとはポーランドビドゴシチ市に本拠を置く鉄道車両メーカーである。八百五十一年創業でポーランド最古の鉄道車両メーカーであり、ポーランドをはじめとしてドイツ、イタリア、リトアニア、 ハンガリー、チェコといったヨーロッパの数々の国に車両を納入している。3500人という雇用者数は事業所としてはビドゴシチ市で第3位。ペサはドイツでは以前より地方鉄道に車両を納入してきたが2012年9月にはドイツ鉄道との間で470両もの車両納入契約を締結した。ジーメンスやボンバルディアといった 世界最大手の車両メーカーが納期遅れや品質問題を頻発させている中、堅実な実績を誇るペサのドイツ市場への本格的参入は良好なポーランドドイツ関係を示す歴史的な契約であるとして国内外で注目されている。ペサが製造または更新工事を行った車両としては以下のようなものが挙げられる。http ペサ .plen オファー、エレクトリックマルティプルユニッツハット、HTTP、PESA、PL、EN、オファー、ディーゼルマルティプルユニッツハット。 h t t p p e s a p l e n s l f s h o f a t r a m s h t t p p e s a p l s l a f h e n o c o s h t t p p e s a p l e a s r m o d e r n i z a t i o n h t t p p e s a p l e n f i r s t m ッ t ュモタニ a t i o n ありがとうございます。